やっほー、元気してた？俺も元気してた。やっほー、改めて今日は来てくれて本当にありがとう。俺が今から主にこのお祭りを楽しむための、なんて言うんだろう、楽しむための楽しみ方、楽しむための楽しみ方を説明するね。いい？よく聞いてね。この時代ってまだまだ声が出せないだろ。だから俺たちへの声援は拍手でお願いしたいんだよね。いい？いいじゃん、いいじゃん。ありがとう。それから遠くから覗き込む、こっそりとあの人のこと、外跳ね気味の尻尾をふわり揺らしながら、扱いにくそうな野良猫一匹、簡単には懐きそうもない、青い瞳の垂れ目、毛並みはまあ悪くない、扱いに。やそだやそだやそだ、歌いすぎ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 、だって今までずっと歌ってきたんでしょ。まあやってきたけど、俺久しぶりに歌うんだもん。扱いにくくて8文字、歌いすぎ歌いすぎ、うん、ダメだ、ちょっと真剣に話し合おう。泉の神、あと15分くらいかかる。で、何？釣り目の子猫ちゃんがちゃんとできてるか様子を見に来た。釣り目の子猫ちゃん？そこも引っかかるの？堀川、あと30分くらいかかる。はい、いいお返事。ちゃんとできてたよねえ、あるじ、俺ちゃんと挨拶できてたよね。あれあれあれ、これだけ。安田でいくよ、せーの。合体大成功な。俺ちゃんと挨拶できてたでしょ、はいはい、で、心への続きは、おっとっとっと、そうだったそうだった。この光る棒は、そうそうそう、これ、これが出たらつけて、で、これが出たら消す。消す。大丈夫そうだけど、一応もう一回やっとくね。うん、はい。これが出たらつけて、で、これが出たら消す。いいじゃん、いいじゃん、バッチリだね。うん、主、俺今日はずーっと可愛くしてるから、たくさん俺の色の光る棒を振ってよね。なあ、もうずるいぞ。僕だって主に僕色の光る棒を振ってもらいたいのに。じゃあ勝負だ。え、何で勝負するの？今日のこのお祭りでより目立った方がたくさん自分の色の光る棒を振ってもらえる。じゃあ僕も清光に負けないように頑張らないと。よーし、負けないぞ。それじゃあ、主、また後でね。バイバーイ。